助けてください、店長が。証言者クイズ。店を閉めた後、店長と飲んでいたんです。そしたら知らない男性が入ってきて。あなたは頭を殴られて気絶していたと。はい、目が覚めたら店長はもう、特に証言におかしなところはなさそうですが、まどかさん。待って、ケンゾー、ウイスキーグラスが2つあるよね。口紅がついているグラスは入り口から見て奥側にある。それがどうかしました？そうなると手前に店長、奥に証言者が座っていたってことだ。それが何か問題でも。この店内は狭い。ああ、なるほど。この女性がついた嘘とは。答えが分かった人はコメント欄に書いてみて。